平遥古城は中国、山西省進む中市、平遥県の古い城郭都市、省と大原から南へ100キロの地点にある、1997年、ユネスコの世界遺産に登録。平遥古城の街並み、平遥は,は秋湯から、新大末期まで、新省と呼ばれる、賛成商人の拠点であり、特に新代末期は、為替業務で栄えた、中国の金融中心地であったが、 新末から民国期の動乱に際して業務継続が困難となり20世紀後半には貧困地域に転落した。しかしながら県財性に余裕がないために都市の再開発が行われず結果として平遥か古城には14世紀の秋をはじめに造営された町がそのまま残ることとなった。秋代から新代にかけての中国の典型的な城郭街路の配置、商店や 住居などの古建築の保存状態は良く、中国でも最も整っているものの一つである。また、古城内に、学校、工場、病院なども備わっており、現代においても、旧市街だけで、都市機能を有している珍しい都市となっている。平遥の文明にある大聖度の、講子を祀る、春秋時代には進むに、戦国時代には蝶に属した。旗は、平刀剣を、漢は、 中都圏を置き、北魏により、平遥か県と改められた。新大末期、平遥かには、大きな標号が二十数やあり、中国全土の標号の半分以上が集まる、金融の中心地であった。これらの標号は各地に視点を置いて金融業を営んだが、中でも19世紀初頭の同行年間に設立され、奇数天下として19世紀後半に名を馳せた、中国最大の標号。 日照省は有名である。しかしこれらの標号は、侵害革命で、清志が倒れると再建を回収できず没落していった。これらの標号の建物は現在でも残り観光地となっている。平遥,上昇平遥は城賞ひは民進時期に各地に築かれた県城の原型がよく保存されており、木城の名がある。木内の街路は土地型をなし、建築は、八家の方位に順じて配置されており、 民進時代の都市計画の理念と基本を体現している。木内街には数多くの旧跡や古建築が300箇所以上あり、その他民進時代の民家計画が4000件近く、残り保存状態も良い。街路に立ち並ぶ商店などはかつての姿を残しており、中国近世の商都の街並みの生きた見本となっている。平遥の城壁は民の後部三連に築かれた。 現在は6つの城門と亀城、4つの角楼、72の敵楼が残る。南門の城壁は2004年に倒壊したため、翌年以降に再建されたが、その他の部分は秋葉のままである。これは中国に残る都市の城壁の中でも規模が比較的大きく、歴史も古く、保存状態が完全に近いものであり、世界遺産を構成する核心部分である。その他、 世界遺産には、城の外にある仏教寺院の沈黒寺と、草林寺、及び孔子廟である平遥文廟が含まれている。観光客は空港のある太原からアクセスするのが一般的であったが、高速鉄道の平遥古城駅が2014年に開業し、北京から最短で約4時間と大幅な時間短縮がなされた。車の場合、太原から 高速道路を利用して1時間半ほどである。平らはるか故城内は、住民以外の自動車の乗り入れが禁止されているため、城門付近にて、電気カートに乗り換える必要がある。また、古城の中心部分は歩行者天国となっており、電気カートの乗り入れも禁止されている。平らはるか故城は、出入り自由で、入場も無料である。ただし、木内の主要な観光地、例えば、平らはるか文廟、 平遥はる県近代以前の中国最大の金融業者であった、兵庫、日商所、中国標局博物館、古民居博物館などは入場にあたって門票を買う必要がある。平遥古城内には、客さん、三観、商店などが多くある。旅館は古い民家を改造したものであり、商店では平遥特産の水耕漆器や縫い花靴、 平らはるか牛肉などの土産物を扱っている。城壁は有料で登ることができる。城壁上を一周すると約 6km ほどであり、かつてはレンタルの自転車などで周回することもできたが、現在は城壁保護のため一部区間を除いて立ち入り禁止となっている。古城内外には死亡院と呼ばれる古民家を改装した客さんをはじめとして多くの宿泊施設が軒を連ねている。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。